どうもこんばんは。本日はですね、12月の末に近づいてはおるんですけど、久々の釣り車中泊ということで、ちょっと今車走らせてます。今回は、コロナがちょっとまた増えてきてるということで、大阪の府外に出ず、大阪府内でちょっとやってみようかなと思ってます。食料も車に積んであるんで、車の中とか、釣り場とかで自炊して、できるだけ人と接しないように動いていこうかなと思ってます。とりあえずね、今回も行き当たりばったりっちゃ行き当たりばったりなんですよ。大阪のもう一番南部、三崎町ぐらいかな。あそこから海岸沿いをずっと北上していくっていう、そういうルートで行きたいと思います。北上って言っても、岸和田ぐらいまで来たらもう、しょっちゅう釣りに行ってるところに来ちゃうんで、そのあたりぐらいまで来たらもう、帰るみたいな感じになると思うんですけども、今日一泊してやっていこうとは思ってます。今回はね、ライトゲーム。それを中心に、チーバスって言わないところがね、もうちょっと坊主を怖がってね、置きに行ってる感じする、しますけど、今ね、お昼の、1時半なんですけど、多分下道やったら2時間ぐらいかかるかな。かかりそうな気がします。めちゃ混んでるんだね、ここほんで。はい。今時刻が3時20分ぐらいです。2時間ぐらいかかったらめちゃめちゃ混んでるんですよ。結構ね、天気が悪くて雨降ったり止んだり、結構時折強い雨が降ったりもしてましたけど、とりあえず三崎町に着きました。で、道の駅三崎でね、多分今日休憩しようかなっていう風に思ってるんで、ちょっとね下見します。どんなやったっけな、何回か行ったことはあると思うんですけど、三崎公園っていう、大阪の小学生やったらもう全員行ったことあるっていう、でも過言じゃないぐらいの、遠足とかでね、よく行くようなところなんですけども、遊園地があるんですけど、そこがもうけど、去年かな潰れちゃって、もうないんですけどね。そこがある町です。混んでるな。紅芋モンブランがめっちゃ気になるけど、やめとこうか。さあ、じゃあちょっとね、な2時間ぐらいの運転やったんで、トイレして、で、ちょっと釣り場探して向かいましょうか。はい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 、海が見えてきましたよと。わ、風強いな、見てこれ。ちょっと釣り場の様子だけ見ていきましょうか。風はそんなにかな、今は吹いてはおるけど。でね、ここでね、メバルちょいちょい釣れるんですよ、こっち側でね。で、あの船の周りにはアジがいっぱい、あそこの一番奥とかね、アジがよく釣れたりしてたんです。危ない風で押し飛びかけて吹いてんねやから、こっちがなんか見て、こう、そうそう、ここ、こんなんなんすけど、これどう見てももう無理っすよ、こんな真向かい風なんで、こんなんもう時刻が5時前ぐらいっすね。ちょっとさっき言ってたところっすね。ここだったら風、こっちがだいぶ遮られてるんで、だいぶやりやすいですね。久々やな、ここ来んのも。じゃあちょっとやりましょうか、軽く。これぐらいズルズルで、ズルズル出しで OK ですね。さあ、久々。ちょっとね、風強いんで、3グラムのジグヘッドに
けどここやったらいけるか、ちょっと軽いやつに変えよう。ソードビームで行こうか。ソードビームじゃねえ、何だっけこれ、ビームフィッシュや。これがよう釣れるんですよ。これあんま売ってないんですよね。これ売ってんのかな。前は全然売ってなかったんですよね、去年は。久々のね、冬長高にね、ビビってますよ。いい感じ。いい感じ。指先以外は全然寒ないですね。ちびめばるすちゃんでした。ほいほい、めっちゃちっちゃい。おちびちゃん、やっぱりあの足元駆け上がれるところできたな。はいはい、かわいい。はい、ちっちゃい、10センチぐらいけど。ありがとう。今季初メバちゃんです。ちっちゃいけど、あのメバルを釣りに来てメバル釣ってるから、さすがにちょっとちっちゃかったけど、まあけどまだシーズンこれからなんで、あんなもんですよ。ライトいらんな、もう見えないんだ。やばいやばだ。これなんや、これアジじゃないぞ。今のはアジじゃないぞ。今の引きは絶対アジじゃない。はい、どうもこんばんは。今時刻がね8時14分です。どれぐらいやったんかな。GoPro のバッテリー2個分なんで、2時間ちょっとぐらいかな。多分アジはよう釣れると思います。ということで、ちょっとお昼にしまう。お昼じゃねえわ、ちょっとダイエット中なんで、夜はこれで。で、これ食べた後9時から K のフィッシングチャンネルの K さんのハニタスっていうルアーのね販売あるんですよ。あれ欲しいんで、売り切れてしまうと思うんで、あれのちょっと争奪戦に参戦したいんで。はい、どうもこんばんは。時刻は21時10分です。
まあとりあえず府警港を離れて、でちょっと移動してます。今、まあ、どこってないんですけど、まあちょっと、とりあえずずっと今北、北に向かってますね。北に大阪。こんばんは。はい、ね、どこやろうなここ。ちょっとわかんないんですけど、なんかずっと海沿い走ってたら港か、ちっちゃい港なんですけど、ちょっとここでやってみることにします。さあ、ちょっと誰もいないんで、一等地で釣ります。はい、いや良さそう。ボイルはあったんで、手が冷たい。めちゃめちゃちっちゃい漁港なんですよ。あ、なんか追ってきてるな、今追ってきてたな。あ、ほら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 、なんか目悪いやな、間違いない、目悪いや。今漁園見えた、多分目悪い。狭、超狭いな。はい、こんばんは。まあ、時刻が23時13分です。お酒の最初の方ね、メバルのチェイスあったりね、あったりあったりとかしてたんですけど、途中からパッタリ音沙汰なくなって、だからちょうど僕が釣り出した頃が地合いの終わりらへんやったんかな、知らんけど。はい、腰が痛くちょっと疲れてきましたね。どこも明るいんがいいよね、この辺の漁港は。ちょっと様子見ましょうか。海って誰もいないですね。まあまあ風が吹いとるな。お、フィードルフィードル。くれくれくれ。あ、いい。これ何？え、これ何？なんな、誰これ、この子。この子なんすか。初やったな。何あの子、なんかいっぱいおったね。ほんであの辺りまだおるんちゃうか。はい、どうもこんばんは。まあ、時刻が0時半ですね。まあ、だから1時間ぐらいやったんかな。いや、くたくたになりましたわ。
はい、なんかよくわからない畑、ちっちゃい魚一匹だけですね。いやけどね、楽しかったですね。なんか今日はやっぱりね、まあちっちゃい、全部ちっちゃいけど、まあそれでもね、やっぱりまああのライトタックルなんて結構引きは楽しめるし、コツコツ当たりとかもちょこちょこやっぱあるんで、やっぱりそういう方がやっぱモチベーションは確実に上がりますよね。でちょっと道の駅着いて寝る準備できたら、はい、またつけますんで。はい、どうもこんばんは。今時刻がね1時過ぎぐらいかな、1時17分ですね。はい、歯も磨いて着替えてパジャマに着替えて、こういう感じ、寝床はこういう感じで、ちょっとね手持ちで持ってるんで手ぶれしたらすいません。はい、そんな寒ないっすね。一応ねこれね、このしましまのやつ電気毛布なんですよ。でこれポータブル電源と、一応ね寒いやろうなと思って持ってきたんですけど、多分いらんねえ。はあ、疲れた。結局今日は1時半ぐらいに出て、んで2時間ぐらいかかったんかな、三崎町着くまで。結局釣り始めたんが4時半か、4時半から12時半まで、間休憩1時間半ぐらいあったんかな。移動も含めたら2時間ぐらいか、全部で。だから、4時半だから、5、6、7、8、9、10、11、12、8時間から2時間引いて6時間ぐらい釣りして、結局釣れたの3匹か。明日はもうちょっと起きた時間に起きて、多分ね、7時台にまた起きると思います。もう目覚ましかけんでも。じゃあもう眠たいんで、ね、寝ますわ。もう疲れた、まあ、けど楽しかったっすわ。はい、じゃあまた明日ということで、さよなら。おはようございます。まあ時刻が8時半過ぎです。まあこれ道の駅の岬のちょっと裏手のちょっと景色のところで、あったかい抹茶ラテ飲んでます。波ちょっと穏やかっぽいか。これ風はねあるんですよ。風は相変わらずまあまあ吹いてて、よう寝ましたね昨日。結局1時半ぐらいにも寝て、で5時半ぐらいに1回起きてトイレ行って、でまたすぐ寝て8時過ぎでしたわ寝すぎた。まあすっきりしましたよ。すごい天気、なんか雲が夏みたいね、真夏みたいな、なんか空っすね。はい、じゃあちょっと行きましょうか。
れやな、水が。あ、なんか気持ちいいな、こんなところでやるの。はい、じゃあ行きましょう。あれ、なんかあんま飛ばんかった、なんだよ。はい、こんにちは。今時刻が13時19分なりました。ということで、まあもうちょっと帰ろうと思って今車走らしてます。はい、1泊2日、まあ、ほぼまあ24時間かな、大阪の釣り旅ということで、初日で釣れたんで楽しかったです。2日目、まあ今日日中はね、まあ釣れたらラッキーっていう程度で疲れが出てちょっと休みがちやったんですけどね。大阪釣り車中泊旅、これで終了ということで、まあ、本当はね、コロナがね、こういう風になってなかったら淡路島とかね、そこことかを計画してたんですけど、まあまあ今こういう状況なんで、ちょっと大阪府内で、あとはできるだけちょっと食事とかももう人と一緒に食べないで、車の中で食べて、まあ、食料を持って行ってね、まあそういう風にしたんですけども、まあ結局ね、やってることは一緒なんですよ。その岡山とか和歌山の時とかと、まあ、その時も一人で車って海岸とかで外で自炊して食うてましたし、でこの釣り旅、今までの見てもらった方は、まあね、ちょっとわかると思うんですけど、ほとんど人と接しないんですよ。まあ、唯一お風呂だけですね。日常生活では、まあ、外でご飯食べることはあっても、外でお風呂入るってことは、コロナが始まってからっていうのは、できるだけそういうのはしてなかったんで、今日みたいなね、一泊二日って決まってたら、もう一日ぐらい入らんでも別にええんですけど、二泊三日となると、やっぱりちょっと途中で入りたくなるんで、まあ、それぐらいですよね。それを含めても多分、普段の生活の方がコロナのリスクは高いと思うんですけど、やっぱスーパーとか、まあ、そういうのもね、行ったりとかもしますし、久々かな、こんな大阪の釣り場でがっつりずっと粘ってやるっていうのは、旅にこう釣りを織り込ませたいで、やっぱ綺麗な景色で知らないところでこう釣りをするっていうワクワク感、やっぱ釣りには僕は求めてるんで、付加価値も含めての楽しみっていうのがやっぱ大きく今自分の中ではあるんで、行ったことあるところばっかりやったんで、今回は、まあ、新鮮味がないっていうのはちょっとあれですけども、それでもやっぱり車中泊しながらっていうのはワクワクね、しますよね。山場も何もなくてね、本当に退屈なちょっと動画にはなってしまうんですけど、その動画で映ってる人と一緒にこうキャンプをしてるとか旅をしてるとかっていうような動画が僕は好きなんですよ。でちょっとその行き当たりばったり釣り車中泊旅は、まあそういうコンセプトでちょっとずつ意識してやってるんで、まあなんか山場もね、企画も何もないですけども、まあ、そんなんも織り込めれば一番いいとは思うんですけど、まあそういうのもやっていきたいとは思ってるんですけども、まあちょっと一緒にこう旅をして、ここで釣りしてみようか、ここで車中泊してみようかっていうような、そういうのも一緒の気分でちょっと味わってもらえればと思います。はい、良ければ皆さんぜひ一緒に行きましょう。はい、バーチャルの世界で。ということで本日はこれまでということで、この動画が良ければチャンネル登録と、ああ面白かったなと思ったら高評価の方お願いしますね。面白ないやんかってなっても、できれば低評価は押さないようにしていただけたら本当に嬉しいです。はい、じゃあさよなら。